いやあ、説明な綺麗だよ。魔女の家 MV。今回からやっていきますよ。エクストラ。そう、エクストラ。このね、いい、えっ、ー、と、魔女の家 MV。リメイクされた魔女の家を一人通り、一回トゥルーエンドでクリアした場合、エクストラというね、死亡箇所が増えて謎解きも一部変わりますっていうね、難易度アップで新しい要素が組み込まれた版の、 マジのリーガード、プレイできるということで、こっちをやっていきたいと思います。よっしゃー。新要素があるからね。この難易度に関しては、過去をプレイした人でも楽しめるっていう、初見の感覚で楽しめるってことですよ。初見の場所があるはずないよね。何かしら初見の場所があるはずないよね、そこ。相変わらずグリフィックがすごいですな。 基本的に多分ベースは一緒だと思うよねだからどんどんトントン拍子で進んでいきたい確かこっちにあったよねこっちあったっけ <laughs> <laughs> その通り説明なけいすぎはね結構協力力がバカなタイプの人間だからね <laughs> でもさ、確かこの辺にマチェットでなかったっけ何もないってわざわざここに波の舞いって言うあたりさ。本来だったらここにマチェットがあったんやけど。え作り物のように詰めたいからこれはいいわ別に。え本来向こうそっちにマチェットなかったっけそこからもうなんか新しい感じになったよ。探し物うーんそこら辺におしてるんじゃないかな。ま頑張ってよ。 軽いな、お前。<laughs> えこここんなところあんのこんなところあんのか <laughs> えー、こんなところあるの嘘だろ <laughs> 丸太なんこれ。丸太なんじゃこれ。<laughs> いや、こっから新しい新要素になったんじゃん、お前。しかも、こいつに関してはさ、もう、これまでのプレイヤーがマチェットないぞって思っとるところをさ、見過ごしたような発言しようけんなこいつに関しては。完全に作者さんにやられた気分じゃ。じゃあ、これまで通りマチェットでいきますわ。そうか。こんな感じで、メタ的な感じで喋ってくるんじゃ黒猫側もう。う <laughs> どうせ君そこに街っがあると思ってたんでしょみたいな感じで思いとるわ、これ絶対。なめられてるな。これなめられてるな、俺 <laughs>。<laughs> さて、こっからなよな。確か、ここが、あの、真ん中通ったズドーンになるとこないよね。一応ね、ズドーンになるところ見ておきましょうか、もう一回。はい、そうなりました。 これは知ってた、グロいな。もう映画綺麗になった分、グロさが上がっとるっていうね。これはね、この前の生放送でも見た。問題はだ、どういう変化が起きとるかなんよな。この辺はまだ変化がないかもしれんけどさ、何かがあるかもしれんのよな。このプレイヤーが、えぇ、ー、ここで、こういう仕掛けもしてくるみたいな感じのところがあるはずなんよな、なんか。あ、これは一緒か。<laughs> さて、どこから変わってくるかっつうんがさ、この気になるところですが、あと生放送でやった時の e ージーモードとかは違ってさ、やり直しとか、セーブポイントまでやり直させられるけんね、こまめなセーブはしなあかんわけで。さてさ、とはいえ、俺、e <laughs> ージーモードの時のことをいまいち覚えてないような、どんな感じだったっけなっていう、も、ま、う、あ、見ながら思い出しながらやります。<laughs> おっと、クマ。 よし。この辺はまだ変わってなかったと思うよな。家が元の姿に戻ると開くと抱えている。あ、こんなひ、こんな感じだったっけこれってあれだろう。エレンズナイフがあるところだろう。あの、これを取って脱出しつしたらトゥールエンドになるみたいな。こんなメタファー的な文字出とったんや、これ。知らんかった。誰れを病気の少女のも話これは別に変わってないか。 ケ、okay、こっちこっちほうほう持っていけないよな <laughs> でテディベアを確か手足切り落としちゃったよなこれ一周目そうそうそう で胴体を手に入れたうおおどっこのタイミングでクマ出てきたっけクマに追いかけられるところがどっかにあったはずないよなまあ1周目はあのここにあの胴体を入れてこれで仕掛けが解くんやけど動いたあこれは動いたな前も普通いつも確かここ左に行っちゃったらクマ追いかけてきたよな で、こう、びっくりさせてたんやけど、だいたいさ、このゲームって、何か追いかける系があったら、こういう倒れたりするんやな、先に。だから、こう結って、こう、おし、はやないあれ、前よりはやないうわああれ、こんな囲み方しとったわけ一瞬 <laughs>、上に逃げないあかんぞ。ああ、なるほど、そこ変わっとんね。 おそらくそこ変わっとったところやな。俺の読みなんやけどさ、あのスピードだったら、ここで上に行ったらさ、たぶん、この幹に入る前に追いつかれると思うんよ。じゃあどうするか。下に逃げるんちゃう外に出るんちゃうこれ。こっちこっち。出れんのじゃ。<laughs> やばいぞ。え、じゃあどうする猫ちゃんどうする上逃げれるか、でも。逃げれる気がせんのやけど。 でも一旦逃げるしかないかとりあえず逃げてみるしかないよな最短最短最短あ逃げれる逃げれるその後、その後、そのおーよしあ行けたんじゃんあ、意外と追いつかれんかったな <laughs> なんだビビらせやがってよし怖ささっがわからんこ、ねね、何が起こるかわからんって思っただけですごい怖いんやなこのゲームうん 怖っ。ほんま怖いわ。ふざけんなよってぐらい怖いわ。ああ。毒味を白って言うてくれんのじゃ。えしえたぶん、毒味を白だろ一周目。毒味を点々点。なにこれするなみたいな続き方する。なんなん <laughs> メイドインワリオである <laughs>、何々をするなみたいな感じでたまにあるけど、そういう感じなん え、ドッをまず、毒味という概念を持ってはいけないのかえ、まずさ、スープじゃなかったっけ、ここもう食べ物の内容が変わってしまったんじゃこれけどさ、これ、外したぐらいで何も起こらん、スープやないか。うわあ <noise> なるほど、なるほどもう、毒味をする以前の問題だった ドックとは違うもんにやられたんだね。<laughs> じゃあどうするか。何々は忙しい手を。なんか前回よりもヒントが少なくなってる。文字の数が少なくなってる。手を貸してやれっていうようたのにさ、手をどうするかもで、ね、教えてくれないっていうね。なるほど。怖いわ。怖いわ。どう言うたあ、そっか。この要素は一周目にもあったわ。 問題は手をどうするかなんよなこれ。見えない何者。手を貸すなんやけど。待てよ、ちょこれあれじゃ。一周目確かさ、さっきこことでちょっとうすうす気づいとったけどさ、TDB はさ、胴体に手に入れた時に手も一緒についてくるんよ。確か。その手がないんよな今回。じゃあこいつに手を貸してやるってさ、何を貸せばいいのって話になるんじゃ。 もちろんさ、これ、このまま手を貸したら一瞬目の時みたいにさ、ビオラちゃんの手を、いらんのかい <laughs> 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 なな、あの、てんてんてんの、手の後のてんてんてんのあたりでさ、手を貸してやる必要はないみたいな感じで言いたかったんかな。<laughs> わざわざ、てんてんてんで任すなよ、それ。別にいいわ、こんなん。手伝いらんのじゃ。一人前になったんじゃ。 <laughs> リメイク前は犯人倍だったけん手を貸してほしいとか言おったけど、<laughs> みたいな、<laughs> いい <laughs> ちょっと6年の時が過ぎたと今になって、1人前になったから手を貸してもらう必要ないよみたいな感じの感じなんじゃ。<laughs> ゲームのキャラクターもなんか成長してるんだよな。この説明は一緒やな。けど、読みをする必要がなかったけん、この説明をぶっちゃけいらんようになったんかな。書いてかっとる。 毒みをしたらここ開くんやけど今回は毒みじゃないんよなじゃあ何をしろって話なんよえじゃあマジで何をしろって話なんやけど毒みをえちょっと待って何をすればいいんじゃ何をビオラちゃんを求められてんの おぉ、なんか入っとるやん。なんか知らぬ間に持っていくもんが出てきとるやん。怖い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 。持っていったら死ぬってことはさすがに、ね、あったらちょっと、罪やけど。一応セーブ記者になる。なんかこれは一応セーブ記になる。何が入っとんこれ。初めてのアイテム出てくるんちゃうんこれ。え血まみの手足ここで出てきた。あ、今出てくるんだよこれ、テディベア。いやでもさ、いらないよう言われてしまうただけんな。 これあっても意味ないんちゃうもう今さら。それとも見せたらなんかあるんビオラちゃんの手じゃなくて、これだったら別に欲しいな、みたいな感じになるん手あるよ、一応ここ。あげれるやん <laughs> 必要な理言う割にはさ、あげれるやん、これ。ありがとう。でもこれ汚いなお前の手の方が、やめてやめてちょっとちょっとちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、おじいさん足りなかったんや、お前。

洗うよしじゃあ、洗える出んのかい <laughs> 水でんのかよお前水出してどうやって調理してたんだよ、お前トン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 やってるだろお、お前お <laughs> 前野菜を切る練習だけしかしてないじゃん、お前お前,かお前一人前にやったのそこだけじゃないの、お前水でんのかよどっかに水あるなってことはどっかに水あるな、これもう何でもいいわ。なんか水、液体があれば、それでとりあえずやればいいや、お前。どっか液体あるだろうが。 どっかにあるはずじゃんお前あ花瓶花瓶の中の水はダメなん花瓶ここのこの花瓶そういう問題じゃない ちょっとお手上げになったんで他の実況者さんの動画見てきたんですけどもねちまみの手足これで上げるでさあのでもこれ汚いのお前の手の方がいいなって言われるでしょこの時で実は逃げれたんですね追いかけてくるんですねやばいっすねあ開かなかったうわーいやお前の手がいいなって言いながらさ手以外の部分切ったんだけど体半分に割ってたよお前この時点で逃げれるなっていう発想に 俺はたどり着かんかったわ。てか普通たどり着くもんないいやん普通の犯罪はやめてくださいね。もう普通にそれは犯罪ですからね。普通に犯罪やってくること分かってませんかねあ,あ、あ,あ、なんだ。まだ来るあきたわ。逃げるきたどうしたどうしたん,したん何よきたん。え、だからなんだあれ散らかしていたあいつ、畜生ってかでね、散らかして物に当たるな、お前物に。 何なのこれあ、結局の、飲むの選択肢出るんで、お前絶対それ飲んだらあかんやつで分かってますからね。それは分かってますからね。それはさすがに一緒でしょ。一緒目の時と一緒でしょ、それ。またあいつがバカなことをやってるんじゃないだろうな。バカバカしい。この家の全てがバカバカしいわ、お前。わあ。 一応分かっとるけどさ飲んだらあかんのだろうって本当に好奇心旺盛のビオラちゃんでしたウォーですよねこう毒受けて確かに悪くんは開くんやけどグヘギ分かってました <noise> ならばどうするかってうんで、ね、一緒にいやおるんやお前 <laughs> <laughs> じゃあどうするかっていうんで1周目はあのー、スプーンだったかそういうのをさぶち込んでさ毒ッができたんよなじゃあ今回はどれをぶちこむかつ,つ話いけどこの上に行ったら死ぬんよな <laughs> じゃあこっちにあるものでやりくりしなあかんのかじゃあそれは何ってことや銀食器銀食器がこのどっかにあったかという話やなあったか あとは覚えないんやけどなハサミが銀一応銀鉄でできてそうな感じはするけどねそれとはまた違うと思うんやけどねうん難しいね手間違って手紙だけやけんな ない子の下で何か動いているここは普通に怖いわ俺のぞいたら赤いやつやでのぞいたらまた顔にビシャって飛んでくるんじゃないだろうなお前でああなんでよそ当たるんなんでそんなよそ当たるん <music> え何か動いてるじゃなくて落ちてるじゃんあれ 動いてるじゃなくて落ちているなんあこっちはいけそうやなだったら銀の鍵あこれ銀の鍵出てくるんじゃあそうなんじゃ <laughs> 一応うつは叩いてみようかいい音がするーいい音がするーへーへーへへそしてドボンオッケーこれでいいなんか後ろをちょっとうつだな 中もやって黒い影が映ったような気がする。前わお。これは前からあったっけど別にいいや。あ、おらんようになってる。手足、捨ててるやん、あいつ。